466クレバです。フェードケースかね。はい、フェード。ちょっと曲がりすぎた。そう。パーフェクト。よし。おめでとう。よし。いやー完璧や。オッケー。いや。ちょっと左。止まれ。これはダメです。あ、落ちた。いる。2打目。あ、そこを抜けていく。お。ナイスアウト。ナイスアウト。いやー、狙いすぎたね。イエローさんのセカンドなんですけど、残り230ヤードあります。230ヤード、はい、で、あ、幻想ですね。グレーの教えはもう受けてるんですけど、230ヤードの半分でいいんじゃないかって。あ、なるほど。半分よりちょっと出たぐらい、なんで130ヤードとりあえず飛ばします。はい、何番で？8番です。8番で、はい、もう完全にベスト狙いに来てるね。だしね、あのね、あのウッドで振るってたら、ベアグラウンドだから絶対やめろって言われた。あ、そう。やべ、130ヤードも飛んでない。70ヤード。ベアグランドむずいな。これ上とか気にするっすか？何番で打つんですか？9番。低め？低め。あ、なるほど。ちょっとうまくいくかわかんないですけど。うめえ、マジか。うめえ。あ、いいとこじゃん。ほら、よかった。マジか。あります。リーダー3打目クリックですかね。はい、距離を稼ぐ。はい、ダフったけど、いけ。やる、キック。あー、けど、いけそうですね。4打目で狙えそう。結構転がったな。残りが190で、ボギー狙いで、ボギー狙い。そう、全然距離稼げなかった。予想だ。これをどうするんですか？手前に一回つける感じ。あのピンの手前にバンカーあるんで、はい、とりあえず未知のゾーン左に、あの木と被っちゃうより嫌なんで。あ、左に木のバンカー手前ってこと？はい、はい、何番で行きますか？魚です。魚。5番。魚番。しみる。いや、左すぎた。まあ、よかった、木の裏もいったね。オッケーオッケーオッケー。パンチしすぎだね。パンチしすぎた。トゥーマッチパンチ。8番で軽く打ちます。8番軽く、131138。9番でちょっと引っ掛けるのも嫌なんで。手前のバンカー怖いですね。うまみ沢。しかも止まったし。あんな止まる ?8 番で。めっちゃ上げてんな。上げてますね。うまいよ。ナイス。うおー、うまっ今の。風に当てていく感じ。
寄せて乗せて2パットでボギーだもんね。65ヤードなんですけど、65ヤードなんで、はい、70ちょい打つ。70ちょい打ちます。目の前バンカーだ、バンカーだ。ちょっと待ってくれ。痺れる、痺れるよ。ブルーがいたら痺れる、絶対言ってたな。え、やった、マジか。もうどう出せばいいかもうイメージが全くわからない。左足下がりですもんね、ちょっとむずいですよね。距離出したいときは早く振る、はい、早く上げる。おお、ナイス、うまっ、マミちゃん、うまっ、おーうまっ、完璧やん。早く振る、距離出したいときは早く振る、あたす、早く振るって、早く上げるって言ったよ。あ、そうだ、覚えてなかった。クレイ4打目、かなり手前だった。パッター、あの、ヨシが恥ずかしい、挽回。めっちゃ切れる。おお。なるほど。めっちゃ切れる。ボギーパット。オッケー、ナイスドボ。次はパーパットですか。90は叩けねえんだよ。あ、思ってる、綺麗だな。うおー、オッケー、ナイスボギー。やっぱ切れるよね、弱いし。あ、オーブの今あって言いました。あって言いました、危ねえ。あって言ったな今な。あれ、イエローさんボール落ちたよ、また頼むんだ。産んじゃった、頼むんだ、産んじゃった。プラ10ぐらい、いや、もっと、一晩手半、一晩手半だったよ。一番手半で。今ちなみにグレイはこれの数だったら一番手半あげろって。一番手半。はい。一番手半ないからな。あと振りで。一番手あげてあと振り。二番手あげて半分落とす。半分落とす。これは君じゃ130でしょ？150ですか？150打つ感じ。150打つんだ。やばい、ほんと戻されてる、はいはい、うわ、ナイスオン。ちょっとダフったけど、150打つの、マジか。150打ちます。150打つイメージ。あ、けど戻ってくるよね、やっぱね、戻ってきてるもん。ナイス、おー、すげえ、マジか。150打ちましたよ。マジか。完全に打ったよ、レッドの方が。うん、距離ぴったりする。そうっすね。イエローさんはどうしますか。150打ちますよ。前ならいいでしょ、こんなの。今、現時点では80です。80ですね、はい、行こう。80代前半では打ちたいですね。左側に動いて、いやー、完璧だ。あ、ちょっと流れてるけど、耐えろ耐えろ。あー、でかでか6番だよ、でかい。6番で150ヤードだよ。飛ぶのやったわ。どっちがやった、飛ぶのがやった、いや、これをやっちゃった、うん、どっち、これをやっちゃったよ。やっぱ飛ぶようになってんだ俺。もうちょっと信じた方がいい。あなた信じなさすぎだよ。どんだけ不安なんだよ。6番でこんだけ飛んでんだよ。
あ、すごい、やばい、開けてる。確かに開けてる。ベスグロード、ベスグロード。まあもうさ、猪木の道やって、道だからさっきやったあれだ、このこれ、俺これが気になるんだよ。これ嫌なんだよね、俺。だからピッチングとかの方がいいのかな。実際だからほら、普通に当たった時にワンチャンある。あ、大丈夫だね。え、ダメ。こう、この角度だったらいいよ。ああ、このイメージができない、ね、ってことは5パチの方がいい。え、5パチはもっと上がれるんじゃない。5、4、うん、え、5パチの方がいい。5パチだって当たるんですよ。見せただけ。あ、ダメだね、5、4だね。見せた時にこれ、これ当たるんだよ、もしかしたら。そっか、 技術があれば、この辺の行くけど。ない。あのさ、見てもらう、つぼみに染まっても別にいいんだよ。ね、確かにボギーでもいいんだもんね。別に行ったら、トップして奥行ってでかいのがあるから。そうですよね、ボギーでいい、ボギーで全然だよね。そこよりもっと手前でもいいよ。手前でもいいよ。ナイス、あ、めっちゃうまいじゃん。うんうん、ナイス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 。いいよね、いいよね、うん、なんかこんな俺、あの、みんなが見守ってくることないからなんか緊張するだってリーダーまでさ、今後ろ来てさ見守ってくれてたじゃんさあ、グレーバーディーパット。はい、おお、男前。あ、切れるか。おお、けど立って、うう、男前。いいね、なんか早いのかな、下ってんのか。下ってた。さあ、最後の。4センチくらい。4センチ。 OK、 どういうラインで読みますか。信号とかやめてよ。上りのスラです。上りのスラこれがパーパットですね。はい、パーパットです。はい、よっしゃ、一回、一回置こうか。一回置こうか。一回置こう。ウィニングパッド。ウィニングパッド。ウィニングパッド。記念に。決めて 8-4。 ナイス。ナイスパー。うめえな、やっぱ。うまいな。うま。平ら。あ、パープレイ。今緩んだな緩んじゃったな決めて、決めて 8-4。 最後に一言お願いします。はい、最後に一言。これ打った後でしょ。8-4、おめでとう。イエーイ、あざーい、あざーい。8-4出たマジか。今日90かと思いきや、8-4出していく。別黒出ると思わなかったなお疲れ様でした。よいしょー、しゃーヒロさん、しゃー、おめでとう、おめでとう。84 84 84、素晴らしい。だからグリグレーがめっちゃ疲れてるやん。ごめんね、なんか教えて疲れてた。ごめん自分プレイ途中でもうなんか見ちゃった。集中がね、素晴らしい。よかったよ、ありがとうございます。4打縮めた。4打縮まりましたね。おー、素晴らしい。84、これでやっと要は恵比寿のアマチュアの男子は、はい、全員ベスグロが80代前半。あ、すごいね。なりましたよね。なりましたね。なりましたね。なりましたいやでもね、はい、それもこれも全て、はい、グレーと、はい、これですよ、うん、
でしたから。ゼッチね。ゼッチ。ゼッチ AK 竹尾ゼロ。うん。彼のおかげです。どうでした履いてみて。めちゃくちゃ最初痛かったんだよ。うん、だんだんね慣れてきた、うん、なんか馴染んできた、ね、うん、馴染んできた、うん、普通の馴染んでくるもんね、うん、だなんかあのねラウンド行く前ってやっぱちょっと一回練習行っとくかみたいな、うん、あるじゃないですか、うんうん、まあ、そこで100球ぐらい打てば、まあ、馴染みそうだね、確かに、ね、ラウンド行く時にちょうどいいんじゃないですか、うん、やっぱりちょっと ハード寄りというか、うんうん、しっかりしてる、そうですね、しっかり振ってもブレないですよね、やっぱね、勝手になんか踏ん張らなくても靴が踏ん張ってくれる、ああなるほどね、うんうん、だから本当になんかあの地面反力したい方はこれ履けば勝手になる、うん、ああそういうことか、うん、なるほどなるほど、勝手になる、勝手に、うん、うんうんうん、靴に任せてください、靴に任せてください、うん、お任せください、いいと思います、はい、僕もねもうベスト出ましたから、はい、絶賛ですもん、はい、はい、もう妥協ゼロなんで、だけど本当にね靴のおかげあるかもしれないし、いや、ね、あるしない、しっかりしっかりできたっていうね、だからまたあの今日わりかしバンド、はい、あの平坦というか、はい、フラット多かったんですけど、はい、ね、トラブルショットライのあるね、はい、もうちょっとライがきついところとかでも、はい、もっと効くんじゃないかなって感じますね、うん、疲れ具合とかどうですか、僕ちょっと今日ラウンドしてないですけど、僕ないっす、ない疲れないっす、あ、そうだね、まさか腰の疲れはないね、ないっすね、ない、そうだね、俺もけどずっと歩いてるけどないねじゃあその履き心地というかその疲れ具合って言ったらカオスと変わらないぐらい、変わんない、逆に全然疲れがいで言ったらカオスの方がいい、ちょっと疲れるかなぐらい、疲れない、疲れない、これはなんかクッション性が高い感じの方が、まだカオスはなんかちょっとベタってこう硬い感じ、ああ、そこが、うん、底敷きがないっていう感じですね、うん、そうなんですよね、ここ土踏まずのところが、ね、めっちゃ柔らかいんですよね、そう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 、めっちゃフィットする、よかったんでね、気になる方は、うん、ね、近くのゴルフショップとかで、はい、これどうなんですか、僕らのこの発表というか、ね、この僕たちがあげる日に、はい、発売ですね、お確か、はい、発売日の発売日に告知ということで、はい、いいですね、これはしかもねカラーであってるからね、そうイエローさんねイエロー仕様だね、はい、広がる、でももう僕この色の状態でベスト出たじゃないですか、はい、もうホワイトレンジャーで、はいやっぱ演技、演技ちゃんと黄色入ってもらって演技よくやっぱホワイトレンジャーでいい、じゃあもう全部塗っとくんで、うん、あの子黄色にしてください僕は白で、あの子黄色 で、はい、でちょっとね、なんか カオスも気になるところですけど、はい、ね、まあその前にちょっとこちらをよかったら、はい、うん、試してみてください、はい、でアマチュアでも履けるね、一緒ですよ、うん、疲れないっていうのがいい、テンション高いね、ベスト出ちゃった当たり前じゃないですか、本当にもうね、うん、もうアドバイスしていけばしないよ、でもやっぱりあのゴルフの、うん、アマチュアが考えてることとやっぱプロが考えてることは違うなって、うん、違うね、違う、俺もこの後ろから撮っててそう思った、今日今日一緒に回したけど何も聞いてない動画で知るっていう、動画で知るっていう、やっぱ俺だと尺か尺ではない、尺で俺ちょっと削ってもらっていいか、いやいやいや近いね、単純に4打違うってこと、4打そうだね、で考えて4打違う、うんうんうん、そうだね、言われるよまたコメントで、なんすか、グレーのアドバイスなしだったり、出ねえよ、出ねえよいや出ない、本当出ない、本当に本当におかげだと思う、うん、いいですよね、だから今日はそういう回だから、そうだからそのグレーのアドバイスでベースグロー出したいっていう人はグレーのラングレース、そうレースを受けりゃいいですよ、俺ね、いや本当にいいと思う、マジで、まだベースグロー出るよ、うん、グレーのラウンドレッスンの帽子はね、あのここら辺に、ここら辺に、ここら辺にあるんでね、ここら辺にあるんで、はい、長いね、URL が長いね、どんな感じだった、 URL どんな感じだった、こんな感じね、はい、ということで、はい、以上、アイデスの、新作シューズ、はい、ZG です、ZG、21の僕らゼッチーと呼びます、ゼッチー、はい、紹介でした、はい、ありがとうございました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 。ワンポイントレッスン、アプローチのスピンのしっかりかかったアプローチ、あーいいねー、